こんにちは、B レジェンド田中です。今回は体重だけじゃない、ダイエットの時はこれを見よ、ダイエットの時に指標にすべき体重以外の3つの指標についてお話しします。私は普段パーソナルトレーナーとして運動初心者の方にダイエットの指導も行っているのですが、やはり皆さん注目する指標としましては体重がメインになってきます。しかし体重だけに注目しているとダイエットがうまくいっているのかうまくいっていないのかの判断を誤ることがあります。今回はダイエットを失敗しないための体重以外の指標3つについて解説していきたいと思います。1つ目は腹囲ウエスト、つまりお腹周りのサイズです。次にトレーニング時の使用重量、何キロで何回できるかという指標です。3つ目の指標は見た目の変化です。それでは1つずつ解説していきたいと思います。まず1つ目、腹囲ウエスト周りのお腹周りのサイズです。ダイエットを行うと体脂肪が落ちていくのですが、お腹周りというのは皮下脂肪に加えて内臓脂肪があります。よって脂肪が落ちればサイズの変化が大きく現れます。それと比べて例えば手の甲であればそもそも脂肪量が少ないので、極端な例で言うと手の甲を指標にして体脂肪の変化を見ていても分かりにくくなります。また腕周りなどであれば筋肉がついたことでサイズアップすることもありますので、これが脂肪なのか筋肉なのかという変化が見にくくなります。お腹周りであれば筋肉がついても大きくサイズアップするような場所ではないので、単純に脂肪が増えたか減ったかを見やすくなります。体脂肪が減れば当然お腹周りのサイズは大きく下がります。例えば3ヶ月ダイエットを頑張った結果体重が3キロしか落ちてないという場合も、お腹周りが10センチ以上落ちているのであれば体重以上に体脂肪は落ちている、ダイエットはうまくいっているという指標になります。逆にですね、体重が10キロ落ちているのにお腹周りは3センチしか減ってないという場合は、体脂肪がそんなに落ちてないんじゃないかという疑いがあります。というように体重とお腹周りの相関関係でダイエットがうまくいっているのかいないのかを判断するのが状況を見誤らない良い判断方法の一つになるかと思います。サイズを測るだけではなくて、例えばズボンが緩くなった、ベルトの穴が1個縮んだなどの変化を見るのも一つ良い方法かと思います。具体的なサイズの測り方ですが、毎回同じ位置で測るとズレが少ないので、おへそ位置とウエストのくびれ位置、2箇所測るのをお勧めしています。また測るタイミングですが、食事後などはやはりサイズが大きくなってしまいますので、例えば朝起きて空腹時などタイミングを決めておくことが良いでしょう。2つ目は使用重量の変化です。例えばダイエット開始前にスクワット40キロで10回できていたという方でも、ダイエットが進む中で20キロで10回しかできなくなってしまうということが起きると思います。そうすると筋肉が想定よりも大きく下がっていってしまっているという状態が考えられます。ダイエットの理想は脂肪を落として筋肉を残すことなので、ダイエット中もできるだけ使用重量を落とさないようにしたいものです。そこで体重の変化に対してトレーニング時の使用重量が下がりすぎていないかというのを見ることが大事になります。もちろんスクワットなどはしゃがんだ時にお腹周りの脂肪がクッションになる要素が大きいので、ダイエット時によく重量が落ちやすい種目ではあります。ただ極端に重量が下がっている場合は、栄養を削りすぎているのか、または運動量が多すぎて筋肉が分解しているのかなどの原因が考えられますので、使用重量が大きく落ち出した場合はダイエットの方向性を見直す必要があります。考え方としては、使用重量と体重比の減少割合を見るのは一つ大事かと思います。例えば体重が 5% 下がってスクワットが 5% 下がっているという状態を、体重比でいうと通常の状態でダイエットできていると考えるとするならば、体重が 5% 下がったのに重量が下がっていない、この場合はダイエットがうまくいっていると考えます。ただ体重が 5% 下がったのにスクワットが 15% 下がっている、これはちょっとダイエット無理しすぎかな、筋肉が落ちているかなと考えます。このようにトレーニング中の使用重量と体重の変化の比率を見ながらダイエットを進めると良いかと思います。3つ目は見た目の変化です。ダイエットがうまくいっている状態であれば見た目が引き締まっていくことになります。例えば腹筋が出てきたり、垂れていたお尻が上がったり、
体のラインが逆三角形に見えるようになってきたりします。ただし見た目の変化は毎日少しずつ起きますし、自分の姿は鏡で毎日見たりしますので、自身では変化が気づきにくいです。そこで私はダイエットの開始時点で写真を撮ることをお勧めしています。写真も正面からだけではなくて、正面、真横、真後ろの姿を写真で撮っておくと良いでしょう。それを1ヶ月おき、2ヶ月おき、同じアングルで撮影をして写真を並べて比べます。期間を通じて見た目に大きな変化が起きているのであれば、ダイエットはうまくいっていると思います。例えば体重が同じであっても逆三角形のボディラインになっていたり、腹筋が割れてきていたり、お尻が上がっていたりするという状態が理想的かと思います。逆に体重が大きく下がっているのに見た目の変化が少ない場合は、やはりダイエットがうまくいっていないのかなと判断することができます。このように体重と見た目の変化の具合を見ながらダイエットを進めるというのも一つの指標になると思います。以上が体重以外に注目すべき3つの指標でした。体重だけにとらわれていると、せっかくうまくいっているダイエットがうまくいっていないのかなと不安になったりします。また体重以外の指標を見ることで、ダイエットが間違った方向に進んでいるという場合も早めに気づけたりします。体重以外にもお腹周りのサイズ、トレーニング時の使用重量、見た目の変化、それぞれを見比べながらダイエット、体作りを行うと良いかと思います。また体重以外の変化の要素に気づくことは、ダイエットや体作りを楽しめる一つの要素になるとも思います。こういう変化があった、こういう成長したなと感じれるきっかけは多い方が楽しくなるとも思いますので、体重以外の要素にも注目しながら楽しくダイエット、体作りを行っていきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。概要欄の方からクリックして登録をよろしくお願いします。その他 B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも行っていますので、概要欄からチェックしてください。それではさようなら。